もしもし。うん、転校生くん、今暇？あのさ、ほら、この前約束したじゃん。あれ、あれだって。ほらほら、思い出して。思い出してよ。もうこれからクエストにバンバン出るって約束したじゃんか。ほら、ちょうどいいクエスト出てるからさ、行こう行こう。ん？何か用事あるの？何よ、歯切れが悪いな。言いづらいこと？ともちゃん？あ、先に約束してるのか。わかった。そんじゃ、今日はおとなしくしてまーす。別の日はどう？まだわかんないかな。都合悪い日あったら先に教えてね。また連絡するから、予定確認しといて。そんじゃね。もしもーし。うん、私。こないだ行けなかったから、今日どうかなって。君って生徒会だっけ？手伝い？もしかして私とクエスト行きたくないとか？あ、嘘嘘。いいって、忙しいならしょうがないじゃん。次次。全然捕まんないの。つまんない。早くこないだみたいに魔法どかどか打ちたいのに。暇だよ。嘘でしょ。この前は生徒会、昨日は風紀、今日は天文部。何部なのよ。君とじゃなきゃクエスト行けないんだから、お願い。本当？絶対だよ。本当に本当だからね。じゃあ明日発令されるクエスト最速で受けるからね。どうしよう、動きやすい服の方がいいよね。こないだ買ったショーパー。あ、ダメじゃん。クエストって戦闘服じゃん。なかなか魔法使いが身につかないな。どうしたらいいんだろう。明日転校生くんに聞いてみよう。もうすぐ1年みたいだし、教えてくれるよね。寝坊した。早く行かないと、クエスト近くでみんな出発しちゃうよ。忘れ物はないよね。鍵、デバイス、お財布。よし、レッツゴー。いったー。誰よ、こんなとこに服脱ぎ散らかしたの。やば、遅れる、急がないと。間に合った。ごめんね、寝坊しちゃって。それじゃ行きましょ。よーし、頑張るぞ。まずはブリーフィングの車。あれ、移動の車は？それに他のみんなは？クエスト中止？なんでなんで？予想以上に魔物が強いから、国軍が。